それでは発表させていただきます。福島大学と、西郷村、地元企業がですね、合同でですね、スイーツの販売を開始したということで、報告を始めさせていただきます。はい、でまずですね、この、食の実践演習というプログラムですが、これはですね、食の学類の、特徴的なカリキュラムの一つであります。県内各地、各市町村にですね、学生が直接入りまして、学際的なアプローチですね、学際的なアプローチで地域全体で、価値を生み出すことを目指しており、まあ、これだけではなく地域の問題を解決するということを、目指して、地域で、実践的に、学習をしております。で、食の学類の学生はですね、1年半の間、この取り組みを行います。その中で、西郷フィールドですね、の産地形成チームの目的ですが、まず西郷フィールドはですね、農産物直売所丸ごと西郷館を核とした地域農業の活性化というのを目標にしております。で、その中で、産地形成チームはですね、西郷在来大豆等の地元農産物を用いて、商品開発を行い、丸ごと西郷館で販売し、地域特産品を増やしていくことで、地域特産物の原料生産、地元農産物を拡大して、それから、耕作放棄地などを活用しながら、産地を形成していくということを目標にしております。さらに、西郷村の、認知度を向上させるということを、目標に活動しております。それではですね、これまでの活動をですね、学生が、報告したいと思います。はい、それでは今までの活動内容について振り返ります。まず、丸ごと西郷館のポスデータ分析です。ポスデータ分析というのは、どの季節にどの品目が売れているかというのを把握する分析になります。その結果、冬場に売り上げの多い品目が少ないという結果を得ました。で、この結果をもと、目玉となる加工品の開発を検討する と結論付けました。続きまして、西郷村のプロモーション動画の作成です。西郷村の生産者へのインタビュー動画を、中心に作成いたしました。右にある写真がプロモーションの動画の一部抜粋になりまして、上段が西郷湯葉工房さんで、下段がブロッコリー生産者になります。一応作ったのですが、改善改良点いろいろ見つかりましたので、それらを改善改良後、コンテンツ増加の上、丸ごと西郷館で今後放映予定します。続きまして、西郷在来大豆を用いた商品開発です。2年前からレシピ開発を行っていたんですけれども、昨年度までは試作品止まりで商品化のめどは立っていませんでした。なので、今年度から地元のコーディネーターとして、株式会社のスターズテックさんが参画し、商品化を実現するために、西郷在来大豆の商品開発コンソーシアムを形成いたしました。で、商品開発コンソーシアムの役割分担なんですけれども、私たち福島大学食農学類は、西郷在来大豆の成分分析、それからレシピの開発、プロモーションで、西郷湯葉工房さんはその商品化をする原料となる大豆の生産、そして豆乳の製造、株式会社大黒屋さんは西郷在来大豆を使った商品の商品製造、そして販売、そして丸ごと西郷館さんは販売、スターズテックさんはコーディネートとプロモーションで、西郷村役場産業振興課様は政策的支援を行っていただきます。で、こちらが商品開発会議の様子になりまして、月1回のペースで、大黒屋さんの一室だったり、西郷岩工房さんの一室を借りて会議を実施いたしました。で、そもそもこの地元農産物である西郷在来大豆、どういった特徴があるかということなんですけれども、こちら在来種になりますので、西郷村で古くから栽培されていました。で、大豆は通常 100粒あたりの重さが 20g から 35g 程度なんですけれども、こちらの西郷在来大豆は 50g 程度と粒が大きいことが特徴です。で、またグルタミン酸といううまみ成分であったり、免疫力アップや疲労
調回復に効果的なアルギニンなどを多く含むという分析結果を得ました。でこちらの西郷在来大豆を栽培している西郷湯葉工房さんの創業者は美味しい豆腐と湯葉を探し続けて西郷在来大豆にたどり着いたという話を聞いております。はい、と次に実際に私たちが開発に取り組んだ豆乳商品の紹介を始めていきます。こちらは今月5日に発売を開始する予定です。左から豆乳甘酒ですね。豆乳甘酒、豆乳プリン、豆乳チーズケーキ、豆乳ドーナツのこの4点になります。こちらの豆乳甘酒は豆乳とこちらまるでヨーグルトのような濃厚でとろりとした味わいになっています。豆乳プリンは上品で豊かな味わいで大豆の風味が感じられます。とプリンなんですが黒蜜を合わせると美味しく感じられるようになっています。と豆乳チーズケーキは程よいコクと酸味でさっぱりとしています。豆乳ドーナツはしっとりふわふわとしていて優しい甘さで食べ飽きない美味しさになっております。はい、このような商品を、発売するんですがこの中でですね特にですねこの豆乳プリンに関しましては、1期生、今来ているのは3期生ですが1期生の時から開発を続けておりまして、やっと今回、商品化になった次第であります。でこうしたですね、商品なんですが、まあ、我々携わって、商品化したのは非常に望ましいし嬉しいことであるんですが、今後のことを考えますと、今後もですね西郷村がですね持続的に地域活性化していくということを考えていかなければいけません。そのためにですね、これはスターツテックさんが考案されたものですが西郷村の統一ブランドとしてニーモというものを、提案いたします。で基本的にはこれ希望される生産者とか製造業者、流通業者、小売業者の方がですね、ニーモブランドを使ってもらってですね、その中でですね、西郷村で管理していきながらブランドを育てていくというような仕組みをですね、まあ、これから、作っていきたいと思いますし、このニーモブランドを核として、西郷村の認知度向上を目指していきたいと考えております。それではですね、こちらの報告を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。